どうもです。おやじでございます。今日こちら、生クリームロール。こちらをね、食べていこうと思います。これを食べるために今日は夜ご飯をね、食べるのやめようかなと思っております。この間イチゴ買ったんですけど、それのね、ノーマルバージョンですね。こういう感じでございますね。はい、とても美味しそうでございます。手でいっちゃうかな。これ用意したけどな。よいしょ。生地がもうふわふわ感がね。いただきます。うん、クリーム美味しい。生クリームロール、国産小麦を使用し、しっとりと焼き上げたスポンジに北海道産生クリーム入りのホイップクリームを巻き込みました。うん、本当にしっとり。北海道産生クリーム使用。ブラックが合うわ。ほんとふわふわよ。美味しいな。ここ最近はね、新規の仕事が始まって結構忙しいのよ。で、それに伴って人も募集してるんだけど、急に募集したわけだから人も集まらないし、結構ね、頑張ってる、親父。残業もするしね。なんで、こういう美味しいものを食べてね、また明日への活力を、元気をつけて。うん、美味しい。カロリーが、これで760キロカロリーか。うん、うまいな。でも、私ね、スイーツ食べるのね、どのぐらいかな、美味しそうなの見つけちゃうとあんまり気にしないんだけど、普段は3日に1回、1週間に2回ぐらいかな。うん、今はそのぐらいかもしれないな。ただ新発売とかでコンビニで美味しいのを見つけると、週に3回以上取るときあるけど、うん、うまい。でもそういうときはお菓子を控えたりとか、ジュース飲まないとかね、まあうまいことバランス取りながらスイーツは食べてる。
うん、これも夜ご飯を抜いてこれをご飯に当てるとか、まあそのぐらいの管理はしてるかな一応。うん、毎日食べるほど甘いものが好きでもないし、やっぱりたまに食べるから美味しいっていうのももちろんあるんだけど、うん、うん、美味しかった。ほんとブラックアウアー、この苦みと甘さがお互いをね引き立ててると思います。はい、ということでごちそうさまでしたね。今日はこちら山崎さんのねプレミアムスイーツ生クリームロール一パックいただきました。北海道産生クリーム、とても美味しかったです。スーパーなんかでも普通に売ってる商品なんでね、気になる方は買ってみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイ。